病は飯から、食べるという字は人が良くなると書く。どうも、ませです。本日はこの前コンビニに行ったらですね、なんか面白い商品を見つけたので、そちらを紹介したいと思います。こちらでございます。 UFO 大盛りチャーハン焼きそば、うん、ダーン。というわけで、UFO のまるで炒め味チャーハン味焼きそばということで、まあなんかいろいろこうチャーハンじゃねえや、焼きそばの企画をちょこちょこやってたので、今回はペヤングではなく、こちら UFO を食べていきたいなと思います。もちろん普通に食べてもいいんですけれども、まあ早食いで、いや今回は早食いではなく普通に味のレビューをしていきましょう。はい、というわけで作っていきまーす。はい、じゃじゃーん。というわけでお湯を切って、火薬も全部入れた状態はこちらでございます。なんかちょっと塩焼きそばっぽい雰囲気ではあります。なんかね、入ってたのが液体ソースと、粉末ソースの2種類だけということで、特にこうなんだろう、これといって変なものが入ってるって感じはなかったです。はい、だけど早速いただきたいと思い、慣れたらちっていただきたいと思います。いただきます。うん、なんだろう、チャーハンなのかこれは。ちょっともう一口いってみます。すごく表現しにくい味です。チャーハンではない気がする。でもなんかめちゃくちゃうまい塩焼きそば。ちょっと中華っぽいところはあるんだけれども、チャーハンなんかな、難しいとこだなこれ。チャーハンですって断言はできないな。頑張った努力は認めようっていう感じですね。まあ一応具材としてこの卵とかは入ってるんで、まあなんかあとキャベツとか、キャベツは普通の焼きそば入ってるか、なんかまあチャーハンに寄せた感はね、まああるんですけど、まあただ普通にカップ焼きそばとしては美味しいので、あの普段そのソース焼きそばにちょっと飽きてきたなっていう人にはすごくおすすめでございます。僕も結構ソース焼きそばとか、カップ麺かカップ焼きそばだったらもう10-0でカップ焼きそば選ぶぐらいカップ焼きそば大好きなんで、だから普通にソース焼きそばばっか食べてた人からすると、まあなんかこういう味はまあ久しぶりっていうか珍しいんで全然ありだと思います。なので気になる方はぜひ食べてみてください。はい、というわけで今回の動画は以上になります。面白いだった高評価とチャンネル登録と Twitter、Instagram のフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。